番外編をやるつもりでいます。オンラインつなぎましょうよね。オンラインつないだらゼユちゃんから電話がかかってくるんじゃないですか。幻モモンプレゼント、これ怪しい。不思議な贈り物、モモンの実ちょうだい。いや、俺もポケモンスリープで毎日ニンフィアが集めてくれてるからね。俺の色違いニンフィアね。そんじょそこらのモモンじゃないよ。ってことは俺のニンフィアのモモンってことかな、これ。俺の色違いニンフィアが集めたモモンの実なんて、まあ幻みたいなもんや。で、受け取ったら電話が。これかかってこうへんな。あら？ブーバー人気やな。ブーバーが流行ってる世界、珍しい。神の里久しぶり。でも俺朝がいいで。てか朝や、いいね。やるか。ウリムーが流行ってる、珍しいね。ここやんな多分。ロコ寝ててかわいい。はいはい、いらっしゃい、ゆっくり見ていてね。おばあさん黒幕。ちょっとネタバレやめて。俺もうすうすそうなんじゃないかなと思ってた。そもそもこの置物がさ、なんか新しく発表されたポケモンにフォルムが似てなくもないよな。それかすぐのウィッグに見えなくもないよな。ロドロドロド。背向けて大丈夫？これ動き出すよな。りょ、よ、ペーパーだぜ。もし時間あったらさ、あーよかったらでいいんだけど、お前んち遊びに行ってもいいか？ちょっと嫌やな。手出さへんわけないもんな。どうしたの？そう、まず要件言ってくれな。いや、深い意味はないって。ダチだったらお互いの家に遊びに行くもんなんだろ。いやいや、深い意味なんて。じゃ決まりな。勝手に来る人や。リョの家小さじタウンだったよな。しかも実家。ちょっと両親に挨拶しようとしてんねんけど。家の前まで行くからよ、後で落ち合おうぜ。ほらなくなってんねんけど。始まった、ゼロの秘宝番外編、キビキビパニック。久しぶりやで、実家帰んの。リアル1年ぶりとかか。うわ、久しぶり。よだ。はーい。久しぶり。あの冒険の日々を思い出すね。コライドンで飛んだ思い出すな。なんか3人が先座って俺の席なかったん思い出すな。えへへ、来ちゃった。遊びに行く電話してたのをこいつらに聞かれちまって。みんな一緒の方が楽しいよ。つってもあんま大勢で押しかけても迷惑だろ。常識人。常識人アピやめて、実家の前で。さっきの電話は無理やりやったのにな。いいか、お前ら。くれぐれもリョのご家族に迷惑かけんなよ。はーい。誰目線かわからんけど。いいよ。前で、もう彼氏面。おー、ニンテンドースイッチ。ソフト気になる。スイッチとかあんねんや。欲しがりスクッション。いいね。もふもふ。グレッグルボール。みんな、もうお腹いっぱい。おやつでもどうかと思って、自分の家だと思って、くつろいでね。はい。やっぱ緊張してない、ペパー。そうだよ、封筒が届いてるわよ。絶対確定申告の封筒やん。もう嫌やって、俺。差出人は、すぐりって人、知ってる？うわ、知らない人だね。誰？すぐり。りょの母ちゃん。いいな。いいな、な、母ちゃん狙いかよ、こいつ。道理で無理やり来ようとしたわけやで、こいつ。母ちゃん狙いでした。そういや、封筒、中見なくていいのか？りょへ。元気にしていますか？俺は学園をお休みして水力タウンに戻っています。一緒に姉ちゃんも帰省しています。大空洞からあんまり会えてないから、もう一度リョに会いたいです。よかったらパルデアのお友達も一緒に一度北上の里に来ませんか？チケットを何枚か入れておきます。姉ちゃんも楽しみに待っています。そいつ誰だよ、友達なのか？ま、ちょっとね。ちょっとってなんだよ。まあいいけど。りょ、ペパー、おやつ思ってたよりすごいな。運ぶの大変だから下で食べようよ。ネモの声でかすぎんだろ。すぐりってのに会いにまた行っちまうのかよ。そんなの、一緒に行くしかないって。強豪校のチャンピオンすぐりくんにも会いたいな。元チャンピオンな、現チャンピオンこっちな。みんなも準備とかありそうだし、一旦解散してまた集合しようよ。どう、それじゃあテーブルシティ南門の前で。あら、ネモちゃんたちもう帰っちゃったんだ。お友達みんないい子でママまで嬉しくなっちゃった。ハッカーおるけどな、一人。喧嘩せず仲良くいってらっしゃい。いいおかんや。いいやで、実家ふと行っていいな。だってポケモンバトルで食ってかれへんくなったら帰ってきたらいいだけやもんな。今なんか鳴き声せんかった？なんかいますね、うちに。イキリンコやったっけ。お前戦えんのかよ。こういうやつ大体無理じゃないんな。俺と？ね、これ直接対決？俺とですか？で、何？俺のポケモンはどこにおんねん？おい、マオマオどこにおんねん？
多分あれやな。俺に攻撃してんもんだって。これ戻れしたらどうなんの。戻れちゃんと後ろに飛んでくおーい、こっちだ、こっち。要はお菓子、何持ってきた。俺お札だから、友達とだってもう大丈夫だし、心配とかいらんから。いや、ダッハハじゃなくて、過保護うざい。ボタパパの許可取れたのか。ボタパパかわいい。うん、でも親父成分取りすぎたん。取りすぎていいやつだぜそれ。悲しいちょっとやめてや、悲しくなっちゃった。あ、うん、あー、そうかもねちょっと気まずいって。さて、許可も取れたし、みんな集まったし、忘れ物はないかね。そしたら出発するよ。もうすぐ行こう。気まずなっちゃった。行きましょう到着。あ、ここが水力タウン。そういや、すぐりってやつ連絡ないのか。そんなにらまんといて。あれ、すぐり髪の毛そんままなんや。大丈夫、都会のもん連れてきたけど一緒に喋れる。りゃ、久しぶり。ちゃんと名前を呼んでくれてるってだけで俺は感動するよ。あれ、そういや、一人で来たんだか。ん邪魔するぜ。ペーパー、肩で風切って歩かんといて。俺はペーパーだ、リョの一番のダチーなやっぱ張り合ってたんや。リョは友達も個性的だな。リョの大切な人は俺にとっても大切だ。もういい子やん。ペーパー、ちょっと学んだら、しばらくの間北上で楽しく過ごしてほしいべ。ありがとう。それじゃあ勝負しよう。え、すぐり君強い、楽しい。さすが強豪校のチャンピオンだ。メモってそういうやつなんだ。大丈夫、ドン引きしとく。ちょっと、いや楽しいよ。そう言うしかないもんな。うん、わやー楽しい。ほらー、あれ大丈夫、ゼユちゃん、これどっち。なんかやばいやつに取り憑かれてるか、すぐがボコされてムカついてるか、どっち。え、キビキビえ、これが噂のキビキビダンスってやつ。上手やねあ、いいっすね、かわいいね。ゼユそれはこうなるよな。ゼユ、すぐりくんのお姉ちゃん、勝負混じりたいのかな。うわ、これが初対面、かわいそう。これから先ずっとキビキビって言われんで、いじられんで、これかわいそう。あ、キビさんじゃないですか、お疲れ様っす。言われんで、これ。ごめん、みんな、姉ちゃん運ぶの手伝って。運ぶのか、わかった。お姉ちゃん、めっちゃ荒ぶってたけど、いつもはあんなじゃないんだ。リョたちと会えるの楽しみで気分が上がってるだけと思うんだ。じゃあ変なやつやでじゃあ変なやつやで。いいんかな、そのフォローで。村の人が言うにも、呪いなのかも。呪い？早くいつもの姉ちゃんに戻ってほしい。なんか手伝えることあったら俺たち協力するぜ。だね、呪いと戦うなら私も力になるよ。リョ、みんなありがとう。今日はヒーサーくれてきたし、明日からいろいろ手伝ってほしい。今夜は公民館でみんなの歓迎会開かせて。ゼユちゃんも呼んでな。これちょっと盛り上がるで。次の演目は姉のキビキビダンスです。これ盛り上がるで。ジュース買ってきたよ。祭りやで祭り。やり、糖分炭酸。あれ、ネモなんか食べてきたん。あー、なんか食べてるっぽい。絶対食べたらあかんもん食べてそう。大丈夫、キビラン